配達中の些細な事故、皆さん配達員はこの後どうなると思いますか？こんにちは、デリバーです。先日ライブに来ていただいた方ありがとうございました。緊張した中でやらせていただいたんですけども、無事なんとかゲストのはるちゃんのおかげで、終わることができました。また見ていた下いただいた視聴者さんにもコメントで助けられました。ありがとうございます。またやりますので、ぜひとも来ていただければと思います。頑張ります。ですね、今回ですね、些細な交通事故があって、その後配達員がどうなるかといったお話をしたいと思うんですけども、これ実は先に事例が上がってて、その事例をお話ししたいと思ってるんです。で、その事例というのは札幌で軽貨物で配達されてるチルボーさんという方の事故。これからですね、僕らがもし、些細な何かの事故にあった時に、まあ、事故処理としてはどうなるか、もしくは、まあ、処理というよりはね、デリバリーの会社とどういうふうになるのかっていうのをお話しさせていただければと思いますが、まずですね、車がどんな状態になったかっていうと、ちょうど左の助手席の部分のドアの部分にですね、こうへこみがあるというような状態です。へこみがあるんですが、おそらくですね、例えば助手席に人がいたとしても、まあ大きな衝撃はそれほどないようなへこみですね。なのでおそらく、まあ、10キロ20キロぐらいでゴンとぶつかったぐらいのへこみだと思いますので、チルボーさん自身は、大事には至ってません。特にお怪我もされてないと思いますので、その点は、問題ないと、ご安心してください。で、この事故が起きた、状態なんですけども、チルボーさんがインタビューに応じていただいたので、ぜひとも、お聞きください。右折 の方向指示器があるところだったんですけども、はいはい、まあ、ちょうどそのぐらいのタイミングで、はい、まあ、右折をしようと、はい、いうところだったんですけど、はい、で、まあ、多分僕の方が早めに気づいたのか、ちょっと その辺はちょっとまだ定かではないんですけども、はい、まあ、ちょっと危ないなと思ってブレーキ踏んじゃったんですよ。まあ、向こうから3車線の手前側から来てたんで、そのぶつかった車が、はいはい、で、向こうからも、まあ、まあ来たらちょっと危ないなと思ってブレーキを踏んだんですよ。はい、で、まあ僕ブレーキ踏んだんですけど、まあ、向こうがちょっと、まあ、突っ込んできたんじゃないんですけど、ちょっとまあ間に合わずに、まあ、衝突してしまったって形ですね。チルボーさんの見解でした。おそらく黄色で右折で入っていって、前方も黄色の状態で入ってきて、ぶつかったという、事故ですね。で、今車の保険屋さんと話はしておりますが、ちょっとそれは後にしましょう。出前館の配達中だったので業務中ということになります。で、この業務中の状態なんですけども、チルボーさんどうされたかというと、出前館の配達をしておりました。なので出前館に連絡をしたというところなので、このインタビューも撮ってありますのでお聞きください。気になったのが、今回配達中の事故だから、報告をあげたんですよね、出前館でしたっけ。はい、出前館の方にの受けてたので、はい、一応まあ連絡はしなきゃいけないんで、うん、まあ、連絡したんですよ。でも、まあ、こっちからちょっと配達できなさそうなんでキャンセルできますかみたいな、はい、話をされて、はい、まあ、キャンセルで、まあ、キャンセルはまあ可能ですけども、はい、まあ、事故のことも言ってしまったので、まあ、事故報告書的なこともちょっと作成する可能性があることはご了承いただきたいですみたいな感じのことをちょっと言われまして、うん、それで言われて、で、次に来たメールが、まあ、あれ、永久赤番っていう意味で取ったんですか？どういう感じの？いや、多分永久だと思うんですけども。なんでその真ん中の、なんかこう、やるべきことがなく、急に永久赤番なんですか？っていうのは、何か向こうが警察から事情を聞いたとか、そんな感じだったんですか？そんなこともないと思うんですけども。うん、なんかいろんなところ、なんか
そういう規約もなんかあるみたいなのをちょっと出前館さんちょっとちらっと聞いてはいて。あ、その電話の時にですね。いや、電話の時じゃなくて、あの、うん、いろんなそのネットの情報とか、はいはい、でまあそういう話があるかもしれないみたいなのがちょっと噂では噂程度ですけどちょっと広がってたのを見たんで、ちょっと事故っていうのはまずかったかなってちょっとあっていたんですけども、報告の時にキャンセルの理由で事故だっていうことが、まあ、そのまあ赤番になる可能性が高いっていう、まあ、ルールがありそうだと。そうですね。チルボーさんの言う通り、残念ながら今現在、アカウント停止になってます。で、メールの状態から言うと、結構きつめのメールが来てます。配達時対応、稼働内容に基づき通知しております。出前館配達員規約違反を確認したため以下の対応といたします。本事象の対応、ドライバーアカウント失効。一度アカウント失効となった場合、出前館での再登録再稼働はできかねますと、何卒ご了承くださいということになってますので、今のところ赤番、まあ、永久赤番になっている状態です。ここからの復旧っていうのはどうなるかまだ分かりません。これからチルボーさんが動いている、もしくは、動くっていうのはそんな状態ですね。で、ここポイントなのが、出前館に対して事故が起きましたと、なのでキャンセルしてくださいっていう話を、連絡しました。で、出前館の方は、事故の調書の連絡が来るので、それに基づいて再申請、申請してくださいっていうことだったんですけども、それが来ないまま、このメールが来てアカウント停止、かつ、二度と再稼働はできませんっていうメールが来てしまったっていうことなんですね。だから過失が82の場合はもう基本的に赤番のメールが来てしまうっていうような内容に今はなってそうです。ただですね、これ規約に基づきって書いてるんですが、規約も確認してみました。残念ながらこの規約の中に書かれていることは、6の確認事項教育という部分ですね、括弧2です。受託者が事故などを起こした場合、当社は受託者のアカウントの停止削除等の措置を取ることができるものとすると。なので事故を起こしたら赤番とは言ってないんですよ。取ることができるっていう書いてるので、場合によってはアカウントバンするって書いてるんですね。だから今回仮にですね、82の状態でぶつかったっていうことを出前館にまだおっしゃってないそうなんですよ。なので出前館としては今ですよ、今現状事故を起こして、連絡したら業務中の場合赤番になるという今の現状だそうです。実は、チルボーさん今出前館とお話しする可能性が高いんで、あまり言及はできないんですけども、頑張っていただきたいなと。過失があったとしても、まあ、アカウント停止を避けていただきたいなと思ってますが、ちょっとチルボーさんのことを置いといて、僕らが同じように些細な事故あった場合、例えば擦ったとか、なんかへこんだとか、それぐらいの事故の場合どうなるかですね。これ、もし出前館の業務中で、ちょっとこすった、なんとかしたって言って警察に厄介になったとしますよね。で、出前館の拠点サポートに連絡して、ちょっとご事情があって、キャンセルさせてほしいと言った時に、皆さんこれ、ここだけの話ですよ、皆さんこれサポートに、まあ諸事情があってキャンセルしてほしいと、まあ事情はいろいろ考えればいいと思うんですけども、皆さんこれ素直に言うとどうなりますね。これね、まあちょっとこれ出前館の人聞いてたらめんどくさいんで、まあ言及しないでおきますわ。まあ皆さん結論言いたいこと分かりますよね。まあサポートに事故を起こしましたって言ったら赤番になるから、まあどうすればいいかは分かりますよ。じゃあね、まあそこで何がめんどくさいことが起きると、まあそんなないと思うんですよね。なので、まあこっからチルボーさんからの教訓を得れるとすれば、出前館に事故の報告を、まあってことですよね。でですね、チルボさん
ウーバーも、今赤番状態なんですけども、これについてはちょっと今話が進行してる最中なので、あの明言は避けたいと思いますが、これもいい事案だと僕思ってます。チルボさん今非常に頑張ってます。僕から見たらこのウーバーの赤番っていうのは、理不尽極まりないことです。事故とは全く関係ない、別の時間軸で起きてるので事故とは全く関係ないですし、ただ、現金配達っていうところが今ネックになってます。なのでその話はまたチルボーさんに少し結果が見えた時にですね、お話しさせていただければと思いますので、ちょっと皆さんチルボーさんのツイッターをいろいろチェックしてください。チルボーさんツイッターも結構気をつけてツイートされてるので、どうなってるかとかっていうのはあの発表はないかもしれないんですけども、適宜皆さんにこう情報提供していただけるような内容でツイートされてますんで、ぜひともフォローされてみてはいかがでしょうか。ぜひとも皆さん怪我のないように運転してもらえればと思うんですけども、僕らが気をつけても相手方が気をつけてくれないっていうケースもありますんで、その時のために対応を考えておいてはいかがでしょうか。以上、デリバリーとバイクの動画を上げてます。デリバ、いいねとチャンネル登録よろしく。